ライターの鶴原です。 YouTube のコミュニティで皆さんにアンケートを取りました。ボールに対するアンケートなんですけれど、今回はそのネタを中心にお送りしたいと思います。よろしくお願いします。思わせぶりな始まり方をしてしまいましたが、皆さんに取ったアンケートというのは、ゴルフグッズの中でも消耗品と言われているゴルフボール、皆さんはゴルフボールへのこだわりはありますか、という簡単なアンケートだったんですけれど、ボールにこだわっていると答えた方が2300票ぐらいの中の 72% ボールにこだわっていると。でこだわりないよっていう人が 28% というふうになりました。これ見るとさすがあのスポナビゴルフの視聴者さんだけあってこだわりある人が多いなというふうに僕は感じたんですけれど、鶴原個人的な考えを言わせてもらうと、ここはこだわってほしいですね。はい。で、特にメーカーにこだわるとかではなく、スピン系かディスタンス系かみたいなところには最低限こだわってほしいと思います。はい。で、スピン系の中で言うと、よくツアープロが使っているような、ツアーボールみたいな呼ばれ方もするんですけど、でウレタンカバーのものに関して言うと、そこまでメーカー変わってもめちゃめちゃ飛距離飛ぶようになったりとか、そういう違いは正直ないと思います。ちょびっとはありますけど。で何で選ぶかっていうと、やっぱりフィーリング、打った感触とか、特にアプローチパターなんかのフィーリングでボール選ぶ人多いんですけれど、そこまで言わずともスピン系かディスタンス系かぐらいはもう 100% の人にこだわって選んでもらえればと思います。でこの2つ、スピン系とディスタンス系って、アプローチの球の高さとか、あと打った感触もそうですし、結構飛距離とかもこの2つだと変わってきちゃうので、なのでこの2つだけはこだわり持って選んでほしいなっていうのと、僕はどんなゴルファーにも基本的にはウレタンカバーのスピン系をおすすめしたい派です、はい、やっぱりアプローチでちょっとスピンをかけたりとか、ちょっと低めにボールを出して、ピンを狙っていったりとか、なんかそういったものがちょっとゴルフの楽しさをより高めてくれるものなんじゃないかなって僕は思ったりしていて、であとグリーンを狙ったショットでこうボールがグリーンに着弾して、止まらずに奥行っちゃうっていうのが、一番こう残念なミスというか、こう打ってる本人からしても、あグリーン乗ったのに、あ出ちゃったみたいなのって結構ショックなので、そういった時でもスピンがちゃんと入って止まりやすいボールの方が僕はいいんじゃないかなって思うので、僕はどっちかというと全ゴルファーにスピン系のウレタンカバーのボールを勧めたりします。ウレタンカバーのツアーボールでナンバーワンといえば、もう皆さんご存知の通りタイトリストのプロ V1 シリーズです、はい、でそのプロ V1 がなんと今の期間だけとってもお得になるという情報がありますので、それを皆さんにお知らせしようと思います、はい、ヤフーショッピングの中にですね、ビクトリアゴルフのヤフー店というのがあります。でそこで使える、はい、クーポンがあります。これ期間限定で11月の22日から28日まで、ちょうど超ペイペイ祭りが開催されているその期間中なんですけれど、その中で22日から28日まで限定で、ビクトリアゴルフヤフー店で使える、なんと 20% オフになります。これめちゃめちゃでかいです。でこの 20% オフクーポンをナンバーワンボールであるタイトリストのプロ V1V1X にも使えるという、なんてことでしょうか。ちょっとページ見てみますと、当然最高峰のスピン系ツアーボールなので値段はもともと高いです。
ただもう世界中のプロアマチュアに信頼されて使われているボールシリーズがなかなか割引で買えることってあんまないんですよ。で、超ペイペイ祭りの最中なので、まあ、通常よりも超ペイペイ祭りのポイントがついてさらにビクトリアゴルフヤフー店で買うと 20% 安くなるんで、これはもし V1 ユーザーだったらもう向こう1年分ぐらいまとめて買ってもいいんじゃないかなっていうぐらいとってもお得です。はい。でご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、 V1 シリーズは、まあ、V1 と V1X2 タイプ主に、展開されています。で何が違うかというと、これモデルによって、モデルイヤーが2年ごとに新しくなるんですけれど、まあ、ちょっと性能が寄ったり離れたりっていうのをまあ繰り返してはいるんですけれど、やっぱり、飛びっていうのをもうここ、何世代かは意識してプロ V1 も作られています。ほんとちょびっとの差なんですけれど、ちょっとずつ台が変わっていくに従ってちょっとずつ飛ぶようにまたなっていると。で V1 と V1X の違いはというとですね、ちょっと固めのフィーリングっていうのが V1X の方で、アイアンを打った時に球がスピンが入って球が上がりやすいのが V1X の方です。はい、っていうふうに覚えてもらってボール選びしてもらえばいいと思います。ドライバーどっちが飛ぶかって言われるとほとんど変わんないと思います。はい、アイアン打った時に V1X の方が高く上がって、スピン入って止めやすいっていう、そこで弾道特性の違いが一番出てるのかなっていうのが今の最新の V1 と V1X です。なのでこの辺はもうフィーリングで選ぶ人が結構多いんですけれど、アプローチとあとパターの、フィーリングの柔らかさみたいなのを好む人はやっぱり V1 ユーザーが多いですね。はい、これは本当に 20% オフはめちゃめちゃいい機会なのでまとめ買いしておくべきだと思います。でその他にもなんとこの期間中はですね、クラブも安くなっています。例えばコブラのエアロジェットシリーズ、これ今ドライバーを見てるんですけれど、これも 20% オフクーポンがさらに使えます。はい、でちょうどこの時期は、クラブなんかは来年新しいものが出るのでマークダウンの時期に入ったりとかもするんですけれど、それらをいろいろ加えてなおかつ超ペイペイ祭りのポイントがドンとつく上に 20% オフってなるとめちゃめちゃ安くなります。なので今までちょっと気になってたけど、買うまではなって思ってた人もこの機会に買っちゃうのが僕はいいと思います。はい、でコブラの他にも、はい、テーラーメイドのステルス2、これももうめちゃめちゃ安いです。結構今年は早い時期からマークダウン始まってて安くはなってたんですけれど、さらに 20% オフになるってなるとめちゃめちゃ安いので、これもチェックしてた人は今が買い時だと思います。あとキャロウェイで言うと、はい、パラダイムシリーズ、これも X なんかは結構球のつかまりも良くて、あと直進性も高いので結構幅広いゴルファー使えるモデルなんですけれど、これももうだいぶ安くなってる上にポイント還元プラス 20% オフなんでめちゃめちゃお得に買えます。はい、ぜひこの機会にっていうのは本当に多いですね。あとドライバー以外にもアイアン、例えばキャロウェイのマックスファストのアイアンなんかも 20% オフのクーポンが使えます。はい、でこれ繰り返しになるんですけれど、今回のこのクーポンはですね、
ビクトリアゴルフさんだけで使えるものになっておりますので、なんでこのクーポンゲットしてちゃんとビクトリアゴルフさんで使う、それもヤフーショッピング内で使うっていうのは、間違わないように、はい、皆さん使ってください。今回はですねボールのお話から始めたんですけれど、タイトリストのプロ V1、V1X はもう本当に世界中で、それもすごい長い期間愛されている、信頼されているモデルになってます。なので今まで使ったことないっていう人も、一回そのナンバーワンってどんなものかっていうのをこの機会に買って使ってみるのもありだというふうに思います。あとですね、クラブもかなり安くなってます。で、超ペイペイ祭りの期間中でクーポンが使えるのは11月22日から28日までなんですけれど、最後の3日間、26、27、28の3日間は超ペイペイ祭りがグランドフィナーレを迎えるので、そっちのポイントも一番たくさんつきます。なのでその3日間を選んで、なおかつビクトリアゴルフのこの 20% クーポンを使うとさらに安く買えるということになります。なので、まあ、年内おそらく最後の、お得還元セールになると思いますので、この機会に、いろんなものをこの下の概要欄にですねリンクが貼ってありますので、まあ、そこからショッピングに飛んでもらって、どんな対象商品があるかチェックして、安くお得に買い物してもらえればと思います。